この度、パトラン佐賀チームの吉富代表の方から夜間パトロール中に反射材の交付をして交通安全の一翼を狙いたいとの話がございました。悲惨な交通事故から身を守るためには反射材をしていればドライバーの方々の目にも留まりやすく、そしてまた安全確保にもとても効果的でございます。パトラン佐賀チームの皆さんの取り組みを通じて反射材が幅広く使われることで悲惨な交通事故でも事故を一個でも減らすことになりたいなと思います。佐賀チームの皆さんには街行く中でそういう反射材をしていない方々に配布していただくことになりました。非常にありがたいと思っております。ライトが当たればキラキラ光る、夜の佐賀市内でキラキラ光る人たちが増えればいいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。これから合わせて、2000個ですね、反射材と反射パッドを頂戴したわけなので、みんな夜の街走るときに声掛けをして、いろんな方々に、明るく夜の街を走っていただけるように、目立って歩いていただけるように、活動してまいりたいと思いますので、この反射助け反射剤を、存分に活用させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。